ステージ5が始まって、またダーバーが5の1。いや、最初だからね、まあ簡単だとは思うんだけど。だから、この前やった時は難しいステージ1時間くらいかかってたんだな。うん。時間。何？ハンバーガー。俺こっから動けない。これ動けんのこれ。だって俺、これ水でしょ。これ、あ、ちょっと待って。待って。こうすんのか。あ、肉あげよう。肉は左か。あ、キャンとダメだ。で、ちょっと待って。刺身。はい。はい。これ動かさなきゃいけないんだよね、多分。刺身とか、海苔巻きか。刺身、海苔巻き、ご飯そっち、こっちか。あ、でも違いました。肉いらんな、こんなに。で、パンで挟んで、で、ご飯でちょっと一旦動かす。これハンバーガーお願い。ハンバーガーと出ます。あ、もう操作になれん。掴んで動かすでご飯。あ、ハンバーガーも左か。で、ハニマキお願い。あのあれ四つ。あ、ちょっと待って、三つだな。あ、まあいいや。次何するに、あ、ちょっと待って、俺ご飯よ。ご飯二つ必要かな。あ、ご飯できやがった。あっ。ああ、刺身落ちた。あ、刺身をどうしたのか。あ、落ちてない。とりあえずご飯にいとくか。あー、のり巻き、頼んだ。ああ、じゃあ、ごめん。刺身か。これはこれで。てか、ハンバーガー全然ないのね。海苔。海苔早くしないと。スパイスする。あれ、ちょっと待って。上。置けない。あ、置けない。う。あ、ちょっと待って。あ、海苔巻きかな。あ、そうか。先海苔か。ああ、間に合わなかった。じゃあ、左か。ああ、刺し、待って、皿ないよ。皿がないんだ。だから、ちょっと待って。ああ、刺身とかやっぱりちょっと待って。これ一緒でいいの？一緒でいいの？とりあえず。もういいか。手乗り。ああ、そうか。あ、皿。あ、持ってっ、あ、しみく、まあ、もう煮てもあんまり意味ないけど。 あ、どうだ ?282 どうだ、何もだったっけな。あ、いったわ、ギリギリ。
絶対空中コースだ。あ、これダッシュで行かないとないやつか。あ、違うな、これか。なぜかここにも謎解き要素が入ってんだよ。虹がある。あー、気球コースかな。前やったような。あー、でも左側にいろいろあってみたいな感じだと。で、動かしてみたいな。なるほど。あ、でもあれか。あれのだけか。ハンバーガーだ。ハンバーガー2つ。肉が俺のキーブ。トマト入れなかった。まあ、いらないことないよ。チーズも違う。ええ。これチー、これキャベツ切っとく。あ、サラダストップ。どう動くんだ、これ。はい、できた。キャベツが返しといて。あ、炎が出てくるのか。燃えるんだ。でもさ、はい。あとね、パン。あと、パンの上にある、皿の上。ちょっと待って、いけない。消火器ある？あるよ、来た、右上に。あ、そう、こっち行けんのか。うわ、取れなくなった。あ、やばい。あ、大丈夫だ。これ、あ、上のお肉。まあ、いけないことないけど、遠回りになるってやつだな。あの、煮てきて、キャベツ、トマト、キャベツチーズか。キャベツチーズ、トマト。パンだ。あ、嘘。ああ。嘘。あ、こう、肉か。で、これ下に。できたのを置く。あ、はいはい。これチーズか。で、パン。キャベツ、トマトか。よし。あ、わあ。キャベツ、トマト。キャベツ、トマト。あ、ちょっと。トマト投げる。キャベツ、あ、トマトか。トマト、トマト。で、パン。で、次、チーズ一つがあった。ん？あ、チーズ？チーズ一つ。わー、燃えた。で、上に。で、上に？これ？うん。消火器どこ行った？落ちた。お肉がたくさん出てきました、はい。ありがとうございます。あ、皿がない。あ、やばい。あ、いけない。やばい。あ、この洗面台にある。ちょっと待って、あのね、周りが骨に囲まれて詰めない。あー、ファッカー。で、皿がここね。よし。チーズブレッドか。あー、また行き止まり。いえ。ちょっと、まあ、いやあ、チーズ、チーズ、あら、今鳴らした、できた。あ、これ、ね、あ、ずれなくなったけど、あ、こと優先か、進めません。くそー、消火器がそっちに開いた。肉バーガー、ちょっと待って、ダメだ。肉、俺肉焼く。ああ、もう。ああ、このタイミングで、出口のタイミングで炎降ってくるの嫌だな。わあ。でも、488。俺、星2つくらいいった。あ、いいじゃん、3つじゃん。星3つです。まあ、その、お、かっこいい。オッケー。うん。おお。
炎だけだったから、よかったかもね。落ちたりすることがないから。よし。え、今度は何ですか？砂漠？ああ、今度はむずそうだね。だってもうなんか浮いてるな。ああ、なんだ、動かすのか。あ、また動かすんだ、これ。動かしてください。食材こっちか。あ、鶏肉、鶏肉、あ、キノコか。はい。で、次に、次の、ご飯、ご飯3つですか。そっか、こっちにもあるのか。上の、これ、トルティーヤ、皮、3つ取っとく。ああ。置くとこが。あ、ちょ、あ、じゃ。おかしい。うっあ、間違えた。ちょっと待って。なでが違う。置いとく。皿はないか、ちょっと取りに行かない。じゃあ、はい、三右上にあります。あ、皿？あ、皿ね。これね。最初鶏肉だよね。あ、鶏肉焼かないといけないのか。もう一個もある。ちょっと動かすよ。あ、動かす。動かします。あの切ったやつですね、置いといて。じゃあ、動かします。はい。あ、ごめん、ちょっと待って。マッシュルーム焼くのこれ。全部焼くんじゃない。焼くんだ。ここで一回止めよう。これに、から入れます。あ、もういい。はい。え、これもでいいんでしょ。これもいいんでしょ。ああ。左上かかったのはポイント高いらしい。まあ、キノコだったか。キノコもあったんだな。忘れてた。まず二つに行くかな。まあ、皿が一つ入ってるから。皮というか。あ、皿がなんか、慣れろってもらう。順番間違いだなぁ。失敗した。あ、行くだった。あ、間に合わないか。皮二つ持ってく。あ、もうなんかよくわかんなくなってる。多く動かします。あ、ごめん。はい、楽しんだ。キノコ間に合うか。あれ、これできてない。あ、中途半端だ。え、できた。あ、いや、もうやる。今なら。どうします？洗わんといけんのか。キノコ、鶏肉。キノコは上か。キノコと、で、皿は、キノコ一個。ご飯がやばいから、あ、はい、どうする？取りに行こう。ご飯。あ、出て。取れ。あ、出て。そう、じゃあ、どこに。ここに置いて、肉を切りに行こう。皿も、どうする？はぁ、あ。でも時間ないか。いや。いや。でも焼く時間がねえか。まずこの二つに焼こう。ああ、無理か。ああ。280まで行かなきゃいけないから、4皿ってとこか。で、まあ、失敗も、あ、間違えた。やんなきゃいけない。じゃあ、どうするの？でも、作戦教えてください。でも、さっきので十分なんじゃないのかな。って思うんだけど、さっきのやり方で。
まず最初何したの？最初じゃあ、まあ、はじ、まあ、材料なきゃどうにもなんないから。材料全部取って。3つぐらい。だね。じゃないと多分間に合わなさそうなんだ。じゃあ僕、左下行くんじゃ。私は2人でいっぺんにしか動けないっていうのかな。キノコ取りに行く。キノコ取りに行こう。ああ、どうしよう。回復。回復。もっともっと上。合体して、最初はね、キノコ。あ、キノコないのか。さっきね、さっき、見ちゃったからね。キノコ。ちょっとこれやるわ。ああ、ちょっと一回リサーチしますか。うん。ちょっと待って。反応が悪いのかな。まあ、とりあえず、まあ、やるしかないな。ご飯は絶対必要なわけだし。あ、もう、特訓材出します。はい、じゃあ、ご飯に行きます。で、ちょっと、キノコ、あの、キノコ、ご飯が煮える。ほら、水切りまで。ご飯が。あ、じゃあ行きます。はい、あ、ごめん。いや、いいです、いいえって言って。あ、それ、それでいい。それでいい、それでいい。ああ。どうせご飯は使うから。はい。キノコあるね。皮二つ。これキノコ。あと一つ。はい。よし。あ、食べて。切る。皮を取って。鶏肉キノコ、鶏肉。鶏肉、鶏肉取ってないか。この。あ、それか。あるある。これ投げて。これ置いて。投げ。あ、だから、よし。よし。よし。キノコ最初ね。キノコ最初。あ、こっち、こっち、あ、いや、こっちお願い。あ、こっちお願い。キノコ最後になっちゃってか、そうか。キノコお願い。でも全部入れよ、全部入れよ、全部入れよ、全部入れよ。はい。オッケーオッケー。ご飯か。お食材。鶏肉、牛肉。まとめて作る作戦いいかも。どうだ。危ない危ない危ない。はい。置けない。キノコ。こっちが3つ。皮がここにある。よし。あ、皮、あそこに置いちゃってる。で、あとサラダな、ちょっと。皮。サラダ。オッケー、置いておいて。この、あ、サラダを、あ、そうやって。二人とも持っちゃダメなのか。お。あ、置く二人とも持っちゃダメか。あれ。俺もオッケー、オッケー。とりあえず動かそう。動かして、そう、サラダ岩に。え、ギリギリ切れないこともないんじゃないか、もしかしたら。手動かすかも。動かして。あ、皿が邪魔。あ、ごめんなさい。はい。これ、キノコ、牛肉。あげる。あ、これ、これ皮じゃん。これ。よし。キノコ、鶏肉。キノコ、鶏肉。はい。うん、すまねえ。それはもうすまねえ。オッケー。鶏肉出すかも、最後。あ、はい、あ、ご飯した。間に合わないかも。あの、一個でいいのかも。あの、間に合わんか、牛肉。あの、一個でも出したいな。動かしてください。はい、あ、これ、のつむったのって。で、皮が。あ、皮もはい。よし。できた。
取ってきた。オッケー。これでどうだ。ああ。どうだ、いいんじゃないか。ただ星1個は超えたよね、これで。あ、2つじゃん。おお。まとめて作るのが良かったかもね。うん。3個一辺とか2個一辺とか出したのが多分良かったかもしれない。